ねえ、あたしらもさ、入隊式からずいぶん遠くまで来たもんだと思わない？せやな、あの頃はひよっこ同然やった。右も左もわかりませんでした。唯一戦艦の艦長として戦闘経験あったはずだろう。大変じゃった。なんですでにカレンちゃんなの？特に記憶に刻まれてるのがオペレーションプレアデスだよな。あったわね。もう遠い昔のようや。じゃが忘れてはならない。胸に刻んで進みましょう。あれもあったな、オペレーションアルゴル。大変だった。大変だったのは相川だろう。あんなことになるのとはな。すまんかった。いえいえ、こうして戻ってきてくれたのですから。あれもあったな、オペレーションサジタリウス。大変だった。大変じゃった。なんとか間に合ってよかった。はい、駆けつけてくれた時は感動しました。あれもあったな、オペレーションフレキシブル。あったな、フレキシブルな対応を求められたな。臨機応変、ケースバイケースじゃった。いやー、あの時はめっちゃフレキシブルでした。フレキシブルすぎてキャンサーも丁重に扱ったもんな。こっちがあなたの死に場所ですって案内したもんな。あったか、オペレーションクリスマスもあったな。あったな。クリスマスケーキ調達するん一苦労やった。工場が戦場のメリークリスマス弾いとったな。意味わからなかったけどな。本当に弾いてたらな。あれもあったな。あったな、オペレーション一行の真似する。あら、きつかった。ただのモノマネだもんね。しかもみんなでトラウマじゃ。美しき殺人鬼に何をさせる。あれもあったな。あったな、オペレーションユイナの真似する。待て、笑ってるじゃねえか。笑ってない、うちが言うたる。オペレーションユイナの真似する。お前も笑ってるじゃねえか。みんなでルカ言うたな。一番簡単そうやのに難かったな。ルカやっぱ難しいです。何の意味があるのかわからなかったわ。そんなのに意味なんてあるわけねえわ。あれもあったな、オブラートに包んでなるべく優しく。オペレーションですらなかったけどあったな。ちょっとギスギスしてた頃やもんな。おい、タマー、もうこういう提案があるんですけど、タマーにしとったな。はい、ではなく、はい、だけで済んだ頃ですね。スーファイヤー、今からちょっと殺すことを試みてもいい？って確認してたもんな。気持ちはわかるけどごめんなさい。まだ根性に未練があるから生きてたいのって丁重にお断りしてたわ。本当にあったか。ユッキーのツッコミも笑顔でなんでやねん、私は好きやけどになってたもんな。私がそんなこと笑顔で言ってたら気色悪いだろ。あれもあったな、ローテーションなふりして力づく。矛盾しとったな。なかなかに難題だったわ。やる気ないふりして強引に迫ったったな。寝起きみたいにボケーっとした状態からこっちからかかってこいってやりましたね。それどんな時に使うんだよ。あれもあったな、ロケーション次第でとてつもなくエロく。あったな、最悪だったわね。いやー、なかなかに大変でした。お前できてたのか。あれもきつかった、苦しいほどあなたに夢中。もう全部日本語じゃねえかよ。オペレーションどこ行った。あれはきつかった、めっちゃ恥ずかったな。とにかく夢中なことを伝えましたね。いや大変だった。あれもきつかった、あなたに夢中からの手のひら来る。夢中からの手のひら来るやから惨殺するしかなかったな。お前は喜んでやりそうじゃねえかよ。おんどれがーってやったりましたね。知性のかけらもなかったわね。でもそれらを乗り越えてさ、今のあたしらがあるんだよな。さすが切り込みたい。エリート集団ってわけやな。途中から全然知らないのばっかだったけどな。全セラフ部隊員に通達。おいおい、なんや。正体不明の敵が基地内に侵入、キャンサーかも不明。快適次第相手の出方によって臨機応変に対応して、以降これをオペレーションフレキシブルと命名する。フレキシブル？どんな敵やねん。とにかく臨機応変に行動しろ。殺したらあかんの？キャンサーか不明って言ってたろ。普通に人間だったら大問題だろ。みんなフレキシブルに対応だ。いいな？了解。相手は人型と判明、キャンサーが人の姿にまで進化したのかもしれません。異星人ってことかいな。そんなことあんのかよ。
まだ攻撃はしないで様子を見ましょう。今日はちょうどクリスマスね。人間のぬくもりある文化を見せるべき。クリスマスを楽しんでいる体でいきましょう。オペレーションクリスマスを発動。クリスマスケーキ用意せんと。ああ、プレゼントも買ってこないと。店長のメリークリスマスを弾かないと。あれはクリスマスに聴くべき曲じゃねえだろ。山下達郎とかだろ。あれは振られた辛い歌よ。ぬくもりとは正反対なのだけど。船長のメリークリスマスの方が船長で孤独だわ。印にクリスマスソングなかったか。そしてサンタは健全する。やめろ、刺激するだけだわ。セラフ部隊、全然楽しんでる雰囲気が出せていません。自分らのせいやで。私らのせいかよ。敵と認識されるわ。余興をやりなさい。セラフ部隊員に芸など教えていません。モノマネならできるはずよ。オペレーション一行のマネするを発動。どんだけー、どんだけー、幻ー、何なんだよこれ、どんだけー異星人笑うとる。異星人やのに一行のモノマネが通じとる。解析結果、パターンイエロー。この感情は愉快。コミュニケーションが成立するかもしれません。もしかしたらこれまで戦いを繰り広げてきたセラフ部隊員も認識している可能性があります。古参で一番名を馳せている白川さんなら通じるかも。オペレーションユイナのマネスルを発動。ルカ、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 ルカ。この感情は混乱。同一人物が一斉に現れてせいかと。そりゃそうなるわ。だけど人類の意思が通じることは判明したわ。これよりコミュニケーションを図る。好戦的な言葉は避けて、目的を探って、オブラートに包んでなるべく優しく。わざわざ遠い宇宙からおいでやす。地球観光どうすか。あるいはこいつらは強いんかなみたいな調査で。自分ら弱いです。ビニール傘くらい弱いです。ああ、異星人にビニール傘伝わらんか。今お茶出しますね。植物の虹色のムースはこの星の人なんでか。それかこの星インディペンデンスデーみたいにしたのかみたいな予定でも。なんでやねん、私はインディペンデンスデー好きやけど。まあ、フラッと寄ってみただけなんでお構いなく。日本語喋った。生体スキャンをするため科学技術研究所まで誘導させられないでしょうか。決して刺激しないように、科学技術研究所まで言葉巧みに誘導して、ローテンションなふりして力づく。なあ、ええとこ行こうや。この時間ならひとみちゃんいるよ。いや、ひとみってのは名前で、いや、イービルアイ的なモンスターじゃなく。ボケー、こっち来る、かばってこい。生体スキャン参ったな。コマ寄っただけやのに。え、どうしよう。迷ってる。もう一押しよ。ロケーション次第でとてつもなくエロく。あっちは噴水、びしょびしょに濡れた息、司令官室は盗聴器だらけ。声を出したらバレちゃうな。もうむちゃくちゃにしてで。パターンイエロー、ちょっと浮かれてます。苦しいほどあなたに夢中で追い打ちを。なんて綺麗なんや、その第三の目。その翼で抱きしめて。それ以上喋らないで、くちばしを閉じてこっちを向いて。肩から生えた竜みたいな顔を、私を見て。その吸盤で無茶苦茶にして。どんな姿なんだよ、化け物じゃねえかよ。パターンレッド、キャンサーです。あなたに夢中からの手のひらクルーで倒しなさい。これなんなんだよこれ。全工程クリアです。はっ、もし敵が人型だった想定のエマージェンシートレーニング、これで終了よ。お疲れ様。しかしながら司令官、人型のキャンサーが現れる確率は 0.0001% 以下とされています。果たして意味はあったのでしょうか。
私としたことがどうしたのかしら。血迷ったものね。くっ